世界の調和こそが私の望みだ。かつて私は希望を信じていた。こんにちは、ダークネスエボルムのシルです。今回は、ダークドラグンフォルテのシルと、ルシフェルのシルの混合を使っていきたいんですが、まあ新環境ということで、まあ、グリームニルとかトーウとか、いろいろナーフされたカードがあるんですが、まあその中でも多分ドラゴンが一番猛威を振るう可能性が高いなと思ってて、まあちょっとランクマッチ潜ってみたんですけど、やっぱりドラゴンが多かった印象が強いです。ただこれパッと見るとドラゴンの面影が全くないんですが、というのもやっぱ8コス9コスが、まあ、ニュートラルカードなんで、ただ鳳凰の庭園を採用しているっていうのがやっぱドラゴンらしいっちゃドラゴンらしいんですが、まあちょっと今回このデッキ使っていくんですが、まあ無敵、まあまだ一回も負けたことがないっていうぐらい強いし、なんか鳳凰の庭園使うとボロ負けするとか思う方結構多いと思うんですけど、 PP をこう10コスまで貯めてから鳳凰の庭園打つことによって、鳳凰の庭園を生かしつつの動きがこっちから、まあこっちから仕掛けられるんで、うわっうわっ、おにゃおにゃおにゃ、小賢しいなあ。高校か。まあ、高校でも専攻でもあんま変わらん。で、今回からグランドマスターの、スリーブをつけることにしました。まあ、無謀なルクサがこれはほぼ勝ちかなと思います。ただ、バームートとかいう小賢しいカードが出てくると、まあ、ちょっとドラゴンバースになってくるのかな。やっぱアミレットっていう考え方がまたなくなってしまうので、まあ、前回の環境はやっぱドラゴン少なかったから、まあ、バームート採用率もすごい少なかったし、なんかアミレットを使ったこうデッキが使えてたから、なんだかんだ良かった環境なんですが、まあ、またドラゴンがこう、主導権を握るような環境になると、やっぱアミレットを採用するローランとか、いうデッキがちょっと使いづらくなってしまうので、わっわっ、てか1コス2コスどっちも出さないってなんか珍しい、小賢しいね。まあドラゴンアイラ出して、で水粒子の巫女来ても結構大きいな。まあ、あとはバハムートさえ来なければほぼ勝ちやわ。バハムートが来ると結構厳しいってなる、小賢しいね。王の点大きいな。ただここはもうばっこり顔を狙っていく、進化ばっこり使っていこうか。でもブレイジングブレスの汁、もう売ってしまおうか。6コスで怖いフォロワーなんてないんで、やっぱ4コスある以上何もしないっていう動きは弱すぎると思うから、まあ次殴られたとしてもそんなに小賢しいね。なるほどなるほど。ただ進化殴ってもそれは全然 OK。 まあこっちにダークエンジェルオリビエがいるんで全く問題ないわ。で、まあ、バハムートが出たとしても、鳳凰の点とのシナジーを掛け合わせていけば、もう全然問題ないと思うし、水粒子出します。で、進化をがっつり使っていこう。まあ、これでダメージを与えていきつつ、アイボリーを出しとこう。まあ、PP に関してもそんなに差は、あ、OK、OK。もう鳳凰の点2枚出しとか言うな。こともできちゃうんで、もう何やっても勝ちやわ。ただ上級ホラーをばっこり並べていかれるとちょっと厳しいんですが、小賢しいな。悠長やな。で小賢しいな。小賢しい。あ、10コスまで一気にブースティングしていくと。ただここは鳳凰の点をばっこり出していこう。もう2枚ぐらい出しちゃおう。ルシフェルが2コス。小賢しいな。無謀な力さん2コスってやばない。勝ったな、これ。勝ったわ。小賢しいな。しかもドローソースのカードもしっかりあるし、まあ、バハムートとかいう小賢しいカードが出ない限りは、もうほぼ勝ちで確定なのかなと思いますね。頭おかしい。てかこれリーザーやばやばいな、これえぐすぎるぞ。14、あ、負けました。えぐえぐ、何これ、新環境ドラゴン最強じゃない、これやばい。10コス2体プラス8コスが2体。
しいな。なるほどなるほどなるほどな。ちょっとある程度新環境がつかめてきたような気がするわ。やっぱり序盤に述べた通り、ドラゴンが多いっていうのはなんとなく想像ついたんですが、小賢しいね。多分次の対戦相手もドラゴンの可能性高いな。やっぱワンパイアっていうのがもう消えてしまった以上、小賢しいね。あんにゃあんにゃあんにゃ。まあドラゴンはやっぱバハムートとか上級ホラーいっぱい積んでるんで、まあ、いかにして相手の手札をこう枯渇させていくかっていうのがすごい重要な動きになってくるかなと思うんですけど、やっぱ頬の点使い時が難しいな。やっぱ出すだけで、一気にピンチになるんで。ああ、ただドラゴンの卵が来てるっていうのはなかなか大きいかな。個人的にすごい好きなカードで、アイラ大きいな。いかにして相手に最初 PP ブースティングをさせないようにしつつ、こっちが PP ブーストを加速させていけるような動きをこう展開していく、それが重要になってくるかなと思うんですが、わっ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 、なんか止まったぞ。なんか止まったな、これ。なんか、あえて電車の中でやってるとか、そんな感じか。おきゃーおきゃーおきゃー。ただ、ニコスのと、作戦が欲しいかな。無謀なる戦大きいわ。とりあえず、なんか、イスラフィールとかルシフェルの失踪でばっこり狙っていきたいデッキやから。まあ、ニコスもないっていうのが結構厳しいな。で、こっちアイラを受けているのは非常に大きいわ。で、アイラを破壊してくれれば、もう次のターン、陶器をバッコリ置いていって、無謀なる戦を下げていけるんで。ウィー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 。ルシフェル大きいな。ここまあ、相打ち取って終わりにしとくか。まあ、次のターン、進化権を相手に使わせないという動きできるんで。ただ、庭園置く暇があるかって言われたら、小賢しいな。なるほどなるほど。灼熱の嵐、まあ、とりあえずまあ陶器、庭園打ちます。で、相手がウリエルを置いてきたってことは、ミコデッキかな、ディスカード、ほっ小賢しいな。どういうことよこれ。ウリエルで庭園サーチって結構もったいないような気もするけどな。面白いデッキやな。なるほどなるほど。ただこっちはまあドローしながら、まあ庭園の効果で下がっていけるんで、オッケーオッケー。もうバッコリ行くぞ、ここバッコリ。無謀なる戦出します。ウェッウェッてか全部ニコス。頭おかしいな。こいつらもバッコリ出していくぞ。っていうかこれリーサルじゃないこれ。っていうか、待って、リーサルこれ。10、10。ちょっと待って、頭おかしいで、これ。さすがに相手方もこれ予測できなかったんちゃうかな。なんか自分自身も予測できなかった。こん無敵すぎ、わろた。ちょっと強いな、頬の点。なんか、まあ、こっちもバハムート採用すれば、なんか対応、あ、でもな、死の舞踏とかでも小賢しいな。まあ、こういう幼女が好きやからな。しかもなんか太もものさ、この、何？もうやめとくか。小賢しいな。ドラゴンしかいないな、ほんま。ほんとドラゴンしかいないわ、今の環境。ワンプが一気に減って、ネクロも減って、なんかヘクターがどうたらこうたら言ってたけど、結局ドラゴンバースになんのか。なんかウロボロスの環境思い出すな。まあ、ウロボロスナーフはこれやったら正解やわ。さすがに、クラキナーフすると、やっぱウロボロスのまたドラゴン増えていくと、考えられるので、まあ相手もな、庭園打ってくれると面白いんですが、まあそういうわけもいかんやろうしな。やっぱ庭園2枚盤面に出てしまうと、すごいことになるっていうのが分かったわ。あいら、小賢しいな。おにゃーおにゃー。なるほど。いらないな。もっと強いカード欲しいな。4個差どうくるか。結構ガチできてるな。結構ガチで。なるほどなるほど。進化権を使う。
でも次のターン庭園置く暇がないよな。庭園置いてしまうと、でもなんかハチコスのルシエルとか耐えるぐらいだったらもう庭園ばっこり置いて、まあ、イスラフィールとか出していこうが早いような気もするけどな。なるほどなるほど、もうこれ庭園をばっこり、置いていこうか。わっわっわっ、ああで相手方がどう出てくるかっていうのが非常に重要な場面になるんですが、相手も庭園置いてくる可能性はまあ泣きにしもあらずかな。小ざローウェンとか小ざかしいぞ。もう次のターン庭園2枚出しっていうパターンいっちゃって、もう無謀なる戦も1個性出してもう盤面をバッコリバッコリ出していこう。えぐいことになりそうやけどな。さあ8個差どう来るか、なんか相手悩んでるけどさ、そんな勝ちをさ見据えるよりもやっぱネタに走った方が面白いぞ。あーなんか悩んでんな。次、あ、小賢しいな。おにゃーおにゃー、しかもドラゴンサンモナー出します。なんか次またバッコリ1戦目の試合のジェネシス2体出しみたいな感じでやられそうな、なんか。あー勢いありそうやけどな、ちょっと怖いな。小賢しいな。おにゃーおにゃーおにゃー、なるほど。あー進化。進化使うの、えらいガチやな。ガチで殴ってくるやん。ただ次のターンフォロワー出さなければリーサルは遠のくんで、もうこう鳳凰の点ばっこり2枚出しちゃって、無謀なる戦をバッツリバッツリ出してしまう。まあフォロワー出せないから、まあ4567089点ぐらいしか与えられないな。おにゃーおにゃー、まあ進化は使わないと。え、これもうがっつりいけるんちゃう、がっつり。ただターン終了時に破壊なんで、あーサラマンダーか、あーどうするこれ。どうするこれ、ルシフェル進化でいっても13点しかいかないし、ルシフェル進化からで灼熱で消えてもらうこともできないよな。イスラフィールも邪魔なんで、これ転いちゃうか。いや、これを揃えられたこと自体がなんか、なんか達成感があるわ。あ、オッケーオッケー、もうどんどん攻めてこい。全部1コスになってんちゃう、相手。10コスがまあわずかに2コス。小賢しいな。もしかして顔狙ってくるのかな。なるほどなるほど。まあちょっと庭園の素晴らしさっていうのをね、改めてなんか思い返すことができたので、まあ個人的には満足してるけど、ちょっと最後のナメプに関してはまた、試合的には良くなかったと思うんですが、まあでも面白いカードかなと、まあ庭園を駆使したデッキもまた流行っていくんじゃないかなと、思いました。